今回は DMR11、エピソード3、ウルトラビクトリーマスターのコーレアカードを紹介していくぞ。発売日は2013年12月20日です。それじゃやっていくぞ。かなりコストがでかいですな。結構強力そうな効果してるね。こいつの効果を過信してデッキがめちゃくちゃにならないようにしような。このパックにいるドロンゴーモトその1。デザインは結構かっこいいですな。効果はぼちぼちといったところですな。あんまり同じエグザイルクリーチャー入れると事故りそうで怖いよね。枚数入れるだけで事故率上がるのがマジで立ちが悪い。おそらくこいつから順当にドロンゴーしていこうねっていうデザインなんだよな。さっきの2枚で回していくのが無難なんじゃないか？攻撃時の効果はかなり強力そう。デッキにもよると思うけど、多分15くらいはいきそう。あと主人公のカードって感じがすごいね。登場時と攻撃時で効果発動できる点は優秀だな。積極的に小型クリーチャーを焼いていけるのはいいのかもしれんな。そしてそのドロンゴーモト。相手の小型を牽制しつつ、ドロンゴーも狙えるいい効果のカードじゃないか。ドロンゴー先がちゃんと手札にあればいいんだけどね。進化エグザイルクリーチャーは初めてじゃないか？効果としては相手の使った呪文を打ち返すって感じの能力ですな。こいつ使うなら自分では使わないとしても、超次元もしっかり組まないとな。作るだけタダだからな。黒幕？一体誰なんだ？椅子になってるカエルみたいなモンスターくんは、口の中に眼球があってご飯食べにくくないのか？上の蛇みたいなやつで食べてる可能性もあるぞ。確かに。効果は登場時に前半ですとかなり強力ですな。3枚リンクした時の全ブレイク効果もえげつないね。なんというかつなぎのカードだね。やっぱり同じクリーチャーを出せなくする効果はいらなかったんじゃないか？全く弱くはないカードって感じだな。こいつはちょくちょくクロニクルデッキに収録されてるよな。効果はレンドラで出てきたら嬉しい感じですな。そういうの第一と組み合わせれば受け札にもなるか。テクニカルな使い方いいぞ。効果多いな。ドロンゴーじゃないけどドロンゴーみたいな効果だな。テスタロッサを調べてみたけどそんなに強そうではなかったぞ。小型は優秀だったけど。これ含めて全球種。これをうまく使えば大型ゼニスをポンポン出せるな。明確なフィニッシャーがいるデッキは回しやすいのがいいところ。ゼニスは今でも出せれば強い。これそんなに強くないよな。オラクルってそんなに横並びさせるテーマじゃないよね。実用性より背景ストーリーを意識した効果って感じだな。かなり面白い効果してますな。マナ加速だったり、うっかり落ちたどでかい呪文だったり、リンクした時に相手の墓地を肥やすのもいやらしいな。こっちは地味ですな。一応リンクした時の効果とはシナジーあるね。そこまで強力ってわけじゃないけどなんかいいね。イラストが連なってるだけで美しく見えるぞ。真ん中なしもどうぞ。どうも。人光文明のドラゴンとプリンをサポートする珍しいカードですな。あまり強力なカードではないな。攻めと守り両方をサポートできるのは希少だけどね。確かに。それではこの辺で、ドロン。